9X39mm 弾はソビエト連邦の小銃弾である。ロシアの 7.62EX39mm 弾を元にしているが、9mm 弾を装着するためにネックが広げられている。このカートリッジはジアニータクマッシュのエンゼベリン、エルディボーリアン用オーバフローリフによって1980年代に開発された。 拳銃弾より強力で射程距離があり、かつ貫通力に優れたアオン速弾を特殊部隊の小音書き用に開発するのが目的だった。1974年に AK-74 用に発表された 5.45X39mm 弾の弾頭は軽量で弾速を音速より遅くすると満足なエネルギーが得られない。 9メートル MX39 弾の弾頭は重量約 16g で7.62メートル MX39 弾の約2倍の重量がある。有効射程は300メートルから400メートルで最大10ミリメートルの鋼鉄を貫通できる。弾速がアオン速であるため衝撃波は発生しないが通常のアサルトライフルに比べて有効射程が短くなる。 5.45メートル MX39 弾と同様に9メートル MX39SP-5 は弾頭先端に空洞が設けてありターゲットの内部に侵入した際潰れて変形することにより非常に横転しやすくなるこのような長い弾丸が横転すると大きな破壊効果が期待できるカートリッジ弾丸ありがとうございます